あー、ダメー、マリオさーん。あ、オリビア、ありがとう、オリビア。危なかった。棒が本当にしつこすぎ。お前、綾波みたいな動きするじゃん。ね。ね、本当に。あなたは私が守るものって言いそうだった。惜しい。あと、ん?もうちょっとで当たったのに。お、カラフルなセリフですね。お、なんだこいつ。はぁ?おい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 。ミサイルアーティスト、色鉛筆。私、優しいので。やばい。ここまでたどり着くなんて、なかなかやるざんすねー。もうざんすねーってお前、ざんすねーってさ、そんな口癖なんなん?なんか、スネ夫のお母さんぐらいしかないよ。うん、ざんすねー、ざますねーって。ミーは文房軍団の偉大なアーティスト。はい、文房っていうの。ジャン・ピエール、色鉛筆12世で、ざんす。はあ、そうなの。赤の紙テープを守るのが、おり様に託された、ミーの大事なお仕事。そうなの。お前みたいなペラペラは華麗なミサイルアートでボッコボコにしちゃうざんす。まあ色をつけてくれるなら嬉しいけどね。もう落書き嫌だけど。嫌だけどね。文房軍団ジャンピエピエ。あーもう長くて覚えられない。ただの色鉛筆でいいですわ。うん、確かにそれは同意する。激しく同意する、それはもう。やっぱり姉上に言われて私たちの邪魔してたのね。ね。絵がちょっとかなり上手だからって調子に乗らないで。お前。調子に乗んなよ、色鉛筆が。このマリオさんはとても強いんですわよ。あなたなんでボコボコですわ。ポコポコですわってない。ポコポコってない。ちょっと可愛いじゃねえか。それで私はマリオさんのおそばで応援しちゃうから、応援よろしく。レッツゴー。さて、え、なにこれ。うわあ。なに、小さい。思ったより小さい。なにこれ。小さく見えるだけか。いろいろ鉛筆12色ペラペラなお前の体をキャンバスにしてやるざんす。スネ夫のママ?スネ夫のママどうした？はい、矢印をつなげるということですね。うさって、なんだ?飛んでったな、今。うおー、なるほどね。ロックオン完了ざんす。なるほどね。これ当たったらあんのね。あらら、魔法陣、光は消えますか?お休み中なのかしら?光らないとダメってこと?あ、オンパネル。あれでしょ、絶対。あれ、押さないといけないんでしょ。何かのパワーをオンにするみたいな。あー、もう、これ察しがついたわ、もう完全に。よし。2回連続。やったか、よっしゃ、グレート。キラキラアンマ。ああ、間違った。よし。でもちょっとしか食らってないな、あいつな。まだだ。1回、2回。これ、影で見ればいいんだな。影でガードできればいい。影を見て、ちゃんとこう自分に降ってくるタイミングが分かるのね。これでいきましょう。はい、ハートゲット。ナイス。さあ、そしてこれで。よっしゃ、ギッタギッタにしてやるぜ。全部外しちゃったか。おう、マリオのアクション、お前をゴッドハンドクラッシャーでボコボコにしてやるぜ。俺のターン、ドロー、つかみ。あ、なんだ、キノコって無理無理。え、何、なんてことだ。これで内側の円に入りました。ここだわ。よし、いけるいけるいける。あ、あ、まあまあまあ、しゃあないしゃあない。トラップは、トラップはもうしょうがないです。はい、プラス1。はい、そしてここで来る。この真裏。ここ。さあ、行くぜ。神の手発動。魔法陣発動。ルッテルルー。ルルルドン。僕の勝ちだ。キラー。あ?どうすんのこれ。敵のアクション。なんもできないだろ。さあ、うわ、しまった。蓋が閉まった。もうミサイルが止まらないざんす。自分でダメージ受けてるじゃねえか。お口の中でミサイル大爆発ですわ。な、あのおしゃべりなお口も中が意外、中は意外と柔らかいのね。なるほどね。中が弱点。蓋閉めればこっちのもんだな。よっしゃ、ボコボコにしてやれ、マリオ。マリオのアクション、これでとどめだ。神の手、ゴッドハンドクラッシャー。あ、閉じろ。ほら、閉じちゃった。そんなの無駄無駄。あれ、敵のアクション、あ、おお、危ねえ、強っ。近くにいたら噛みついちゃうぞ。やべ、噛みつかれちゃった。ああ、これ中が入ってる時しか効果ないんだ。髪の手閉じるのはね、普通に攻撃すればよかった。あれごと掴むってこと、横から。さては、そういうこと。いや、でもこれ外側にあるもんね。
あ、内側にある。あったあった。これでいけるんじゃね。ちょっとこれでいきましょう。はい、回復して、もう一回大回復して、そしてオンで掴む。いける？俺いける？掴むよ。いっちゃうよ。掴めるか。ローリング、ローリング掴めるんか。マリオ、お、掴んだ。突き刺す。やべえ、とどめの一撃じゃんこんな。もう一回ラストタイム来た。やった。こんなことがあっていいのか。あれ掴めるんや。文房軍団恐るべし、強かったね。やっと勝ちました。まさかデッサンも狂ったことがないこの完璧なミーが、あー、もう色鉛筆がなくなったから普通の話し方に戻ってる。まさかやられるなんて。あとはあとはあとは爆発ザンス。ん、なんだ、何をする気だお前。嘘だろ。おいマリオ、危ねえって逃げろってお前。あ、いや、あー、よかった。お、神の手使えますね。魔法陣が出てきました。出てきたね。よっしゃ、これでなんだ、紙テープを守ってた色鉛筆から出てきたならきっと大事な魔法陣かも。そうだね。さあこれで多分解くんだろ。握る、叩く、よし、壊れろ壊れろ、よっしゃ、核を壊した。今沈黙。お、なんだか、これさ、これ絶対あれだよな、あのエヴァンゲリオンのね、あの使徒みたいな感じ。もう絶対それにしか見えねえわ。さあ、お、わ、やりましたマリオさん、やりました私。おお、やったな、やったぜ。赤の紙テープをクリアです。これもマリオさんと私のおかげですわ。そうだね、あの時助けてもらわなかったら俺、口にぐざっくり言ってたから。さてと、お、なんだ、お、あ、袋がちょっと多くな、大きくなって持てる紙ピラも増えたみたい。やったね、やったぜ。さてこの勢いで次の紙テープもどんどんいっちゃいたいです。お、行きましょう行きましょう。次は何色の紙テープでしたっけ。次はね、もみじ山についてる青色じゃなかった。お、ほら、あっちについてる。そうですわ、赤いお山の青テープ、次に目指すのはあそこですわね。そうそう、さ、セーブ中。おう、セーブブロックないのにセーブしちゃった。まあボスを倒したからね。さあやったぜ。これなんか覗けたりしない？あ、見る、見れる。10コイン払わないといけないんか。まあいいや、見ましょう。おー、ピーチ城が、くそー、ピーチ面待ってろよ。他は何もないかな。あ、なんだ、何かあるな。おお、お前覗きたかったな。まあいいや、見られてばっかりだったこの私は今度は見る番です。見る番ね、うん。あ、見たかったのね。やんちゃだな。まだまだ見足りません。あっちの望遠鏡を使ってもらえますか。あー、ちょっと邪魔すぎるな、この子邪魔だな。ちょっとあっち見たかったんだけど見れないの俺。はい。ダメなの、ダメなのか。ちょっと見せてよ。あ、無理、無理っぽいな。あ、無理っぽいな。あっちしか見れないんだ。まあ、しゃあないな。こっち側何もないな。な、ありませんね。さてと、じゃあ進んでいきましょうか。こうなんだ。こっち何もない。ないね。ないね。さあ行きましょう。レッツゴー！いやー、めちゃんこ強かった。まあ、弱点つけば簡単に倒せるみたいな感じが。うん、なんだ。ありゃ、地面の落書きがきれいさっぱり消えてます。おー、消えてるね。うん、倒したからかな。色鉛筆がいなくなったから消えちゃったのかな。うん、その通りだ。ちょっと残念かも。まあまあまあ、ちょっとね、画伯だったからな。めっちゃ甘かったね、あれね。さあ、セーブしてと。しかし、色鉛筆は残ったまんま、これ。お、なんだ、お前、キノピオガイ。キノピオガイ。さすがマリオさん、偽物の色鉛筆を見抜けるとはすごいです。いや、まあ、残ってるのおかしいと思ったんだよね。いつも見晴らし山の景色をのんびり楽しむのですが、今はこのありさまです。うん。ボロボロだよな。さて、他ないかな。下行ってみましょう。おお、落ちたった。落ちたったわ。あれーと。こんな高さから降りて、無傷とは。やるな、マリオ。まあ、これ使わないだろうし、取っとくか。取っときましょう。
さてと、出口から出まして、ああ、こっちだ、こっち。降りましょう。あれ？ちょっと待って。ずっと壁見てない？何も書いてないのに。ちょっと話し変えてみようか。お前大丈夫か？精神状態。大丈夫ですか？大丈夫。何も書いてないよ。おかしいな。この壁に赤いピノピオの絵が書いてあった気がしたんだけど。まあ、消したんだよ。消えたんだよ、あれは。そう、あれは幻想だったんだ。いや、幻覚。さてと、どんどん下っていきましょう。このありさまよ。これ何もないよね。ないね。さてと。さあ、目が回ってしまいましたけど、ちょっとしたアトラクション気分で楽しかったです。そうだったんだ。さあ、この子たちは話しても意味ないかな。エレベーター壊れちゃいました。階段を。もう、お前、壊れたラジオかよ。さて、この辺なんかチリになったけど、チリになったけども、どっか取れてないとかあるな。取れてないところがありますけど、あれかー、あれかー、ちょっと待って、これどうやって行くんだ。ここかな、ここを乗って、こうが。わかった、これキノピオだわ。行くよ、みんな。ほらー、キノピオ印のきび団子。なんだ、これ。よかったよ、気づいてもらえた。よかったね。まあ、俺じゃなかったら気づいてなかったよ。からやられて気づかなかったけど、キノコ柄のペナントの方がおしゃれじゃないですか。そうだね、確かにね。まあ、自画自賛ってやつだよな、それね。さあ、外に、まだ残ってる？まだ残ってる？どこ？え？他に取り残しがあるってことじゃない？どこ？こいつら！タワーが。石に立てるだけなんて、なんて退屈なんだ。タワーってがまずいな。かわいそう。立ってるだけの仕事。な。よろしさん、ようこそ。お腹空いたら2階のレストランどうぞ。ありがとう。さっき、ただ食いしちゃった。ただ食いしちゃったわ、俺。いらっしゃいませ。ここはお土産コーナーです。お土産。とはいえ、お土産品じゃ、マリオさんの役には立てませんよね。まあまあまあ。まあ、装備品売ってほしいね。仮に私のおやつもキノコをお売りします。ぜひ、お立ち寄りください。ありがとうございます。キノコ売ってくれるんだ。キノピオ救出率 100%。 やったね。いらっしゃいませ。なんだ、何言ってくれるの。キノコ大盛りも買えるんだ。まあ買っとくか。大盛り30個でしょ。3個入り3個入り3個入りえ、ちょっと待って、3個入り。そっか、まあちょっと安くなってんだね。30円安いんだ。よし。じゃあ、先を急ぎましょう。ベルトコンベヤだっけ？あそこまで行けばいいんだよね。さてと、下っていきましょうか。さあ、ポンポンポーンとね。え、バンバンパパーン。え、バン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 。さて。アガテープが消えました。もみじおめいキロップへ運転再開です。ありがとう。こんなん行けるんか？これでね、行きましょう。そうですわ。青テープ目指して今度はもみじおめですわ。さっき言ってたな。今ちょうど、発車の、お待ちのお客様いらっしゃいますよ。中に何かいるね。もみじ山行きロープウェイ乗車されますか？行きます行きます。中に誰がいるよね。おや、じゃあまだすか。この声は誰。はい、ただいま。ではもみじ山に向けて行ってらっしゃいませ。行きましょう。誰だ。見えないね。のこのこかな。さあ、誰が中に入っているんで。ボム兵じゃないこれ。すごい。すごいね。いい眺めだ。うおー、いいな。高い、広い、大きい。ちょっと下ネタ寄りになってきてるよ。ちょっとね。大丈夫、大きいよ、ちょっと。なんかね、俺が敏感なのかな。俺が敏感になりすぎてる。マリオさん、すごいです。ごめんね、ちょっと大きかった。あれ全部、お山ですわよ。お山だらけですわ。お山だらけって、お山だらけって、なんか山脈と言えな。ほんまに。山脈と言えな。私こんなの初めて見ました。大自然の脅威ですわ。初めて、こんなの初めて。やっぱりボム兵だ。お嬢さん、旅は初めてですか？ダンディ。お休み中のところおっしゃいました。ごめんなさい。寝てたんだ。そうなんです。こちらのマリアさんと一緒に紙テープの旅をしています。そうなんだ。あなたは？俺？俺ボム兵。見たらわかる。で、俺でも、実は、自分の名前しか覚えてないんだ。記憶喪失ってやつっすよ。なんか、いいね、語尾ね。語尾いいね。俺は一体、どこから来たのか、何をするべきなのか。それを思い出すために、一人で旅をしてるんすよ。かっこいいな。キザだな、こいつ。思い出がないなんて、かわいそう。ね、かわいそうだね。ねえ、ボム兵さん。私、いいこと思いついた。私たちと一緒に、旅しましょうよ。
それでこれから私たちの思い出たくさん作ったり、あ、仲間になるんじゃん。モンヘ仲間になるのか、もしかして。ね、どうだ。え、こんなにすんなり行く仲間に、こんなにすんなり仲間にしちゃう。なんか道中のあのクリオだっけ、クリオ、なんかクリオいたじゃん。で、クリオがさ仲間にならなかった理由何、あれクリオすんなり倒しちゃったじゃん、あれね、序盤に、ピーチ城でボコボコにやっちゃったけどさ、え、これ、ボム兵仲間になるんかな？ね、マリオさん、いいでしょ？そうしましょう。一緒に？おい、スマートキャラがどうした？いきなり。いやいや、そんな。気持ちは嬉しいけど、おお、戻った。一緒に旅なんて悪いっすよ。俺、得意技とか何もないし、足踏みになれちゃったら、申し訳ないさ。でもまあ、お、なるか？あ、そうですか、そうですよね。やっぱり、一人が気楽ですよね。わかりました。お邪魔してすいません。それでは、良い旅を。すごい。切り替え早。切り替え早ってか、ボム兵がなんか、うとうとして、え、何？楽しい。え、なんか近づいていってる。どうしたどうした？え、その目はなんだ、ボム兵。お嬢さん、旅の誘いはもう終わりっすか？ほら、ボム兵も、お前切り替え早えよってなってるじゃん。切り替えお前早くないってなってるじゃん。もうちょっと誘えってよ、ほらってなってるじゃん。一応あれからね、いろいろ考えたんですけど、あれからってお前数秒だぞ、お前今数秒しか経ってないぞ。その数秒で考え直したんか、お前この数秒の間だぞ。すごいな、手のひらくるくるやな。ドリルか、手のひらドリルなんかぐるぐるなるのか、お前ボム兵なのがぐるぐるドリルになるんか、お前。やっぱりさ、旅には人との出会いもつきものっていうかね。あ、そちらのヒゲの兄貴はマリオさんでしたっけ？そうです、マリオです。兄貴さえ良ければ、兄貴、兄貴、兄貴って呼ばれているマリオ、まあいいな、兄貴。マリオ兄貴、いいじゃん、マリオ兄貴。兄貴さえ良ければ、まあ俺としては一緒に行くのもなしってわけではないけど、なんか、ちょっとね、どっちつかずというか、まあ、匂わせてますね。どっちでもいいよ、みたいな。ご一緒して、おお、来た！仲間になった！え？家にしたらどうなんのこれ。うわーこれどうしよう。お前さ、でもさ、散々濁したじゃん。お前そんな半端なやつはいらねえ。半端な仲間いらねえ、お前みたいな。え、そうですよね。記憶喪失と一緒なんて、いろいろめんどくさいですよね。うわー出た、メンヘラボム兵。メンヘイだ。これはもう、名前わかったわ。メンヘイ、ボム兵じゃなくてメンヘイだわ。あー眠。もみじ山に着くまでで一寝にするかな。おやすみ、ボムヘイ。チラ見してんねん、ボムヘイ。ちょっとですか？あ、どうした、ボムヘイ。そちらのお嬢さんがせっかく一緒に行こうって誘ってくれたわけだし、その誘い断るなんて、そりゃそれでやぼうかなって。お前、しつこいぞ。しつこいぞ、お前。一緒に行くのも確かにありかも、いいかもしれないですね。うん、そうしようかな。いや、いいよ、お前。いいよ。まあ、お前みたいな中途半端なもんは、もう連れていかん。決定。オリビア、悲しい。悲しい顔すんな。あ、兄貴には何か事情があるんですかね。一旦わかりました。そしたらここはとりあえず、またちょっと改めて。ふぅ、いい景色だ。な、オリビア。いいね。おぉ、んボム兵どうした、なんだ片目でこう、なんか、こっちをチラチラ見てさ。なんだ、どうした。あー、記憶がないってほんと辛いな。カマチョか、お前。お前、カマチョか。これから楽しい思い出がたくさん作れるようないい出会いってないかな。あ、もしかしてこれが運命の出会いじゃないですかね。よろしくです。あ、ちょっと、半端じゃなくなってきた。だんだん半端じゃなくなってきたけど、お前はいらん。うちのパーティーにはいらん。あ、ちょっと今よく聞こえなかったです。お前聞こえなか、聞こえなかったって。うん。めっちゃカマチョや。このボム兵、カマチョじゃ。めちゃんこカマチョなんじゃ。もうチラチラ見てくるし、こうなんか、膝組んでさ、チラチラ見てくるし、一緒に行きたいっす。よろしくお願いします。お、ちょっと、気合入ってきたな、お前。お前、ちょっと気合入ってきたじゃん。お、何？ちょっと変わってきたじゃん。だけどな、俺はまだ認めねえ。もっと気合見せろ、お前。あ？マリオさん、このままじゃいつまで経ってもお水山につきませんわ。お前ちょっとゲーム外の現実に語りかけてくんのやめろ。現実に語りかけてくんのやめろよ、お前。そういうゲームの仕様だよ。仲間に早よしろって、ちょっとやめろ、そういうの。
一緒に行きたいっす。よろしくお願いします。しゃあないわ、行こう。行こう、もう。オリビアがゲーム外の俺に語りかけてきた、直接。まあ、やったー。しょうがない、これは。連れて行こう。すげえ仲間になった。ああ、真っ赤なお山。あれがきっと、もみじ山ですわ。あ、ほんとっすね。あれはきっと、もみじ山っすね。なんか、すっごいなんかキリッとした、ボム兵が。ボム兵キリッとした。目覚めたんかな。さあ、もうすくんじゃないっすか。ほら、兄貴も早く降りますよ。ちょっとなんか手のひらくるっくるやな。改めまして、俺、ボム兵っす。旅は道連れ。頑張って、ついていきますんで、よろしくっす。よろしくな。わーい、私、オリビアです。よろしくですわ。なんか、パーティー増えて、いいね。そう。やっと。もみじゃまつきますが、ボム兵どうやって操作するんだろう。え？おー！もみじやま。わー、すごい。ついて早々キノピオが、ついて早々キノピオがさ、ぴょんぴょんしてんのやめて。やめてくれよ。だから、ぴょんぴょんめっちゃ騒がしいな、画面がぴょんぴょんしてんな。はい、着きました。もみじ山。やっと着いたね。すごいいい景色だ。もみじ。葉っぱの色が真っ赤っかでとっても綺麗。いいね。あ、トンボも飛んでた、今。か、きっとのあれも、キノコじゃねえや。キノピオなんだろうな。ねえ、ボムコーさん？ん？ボムコーさんって誰？え？早速いい思い出ができましたので、ね、ボムコーさんって呼ぶの。ボムコーじゃなくてボム兵数。さあ、ちゃちゃっと青のテープを追っかけましょうぜ。おや、ビンみたいな言いそうね。さあ、助けてあげましょうか、キノピオちゃん。おみじゃまん、もみじゃまん、ご乗車、ありがとうございます。あまりおさん、ロープウェイご利用の際には私までどうぞ。おー、ありがとう。ありがとうございます。さあ、おー、広いな、ワールドが。ボン、ドゥン。おしゃれだな、このキノピオ。ピチ来ていただき、ピチがとうございます。うん、ピチ来てがとう。ピチ。あ、マリオさんでしたか。ありがとうございます。お記憶は戻ったか。思えば、キノピオだ。うん、魚じゃねえ。私、こうして山におりましたが、実は、海を愛する船乗りのキノピオです。あ、そうだ。あの、キノピオタウンの時にさ、助けたじゃねえや。船着き場でさ、なんか、看板に書いてたな。うん。私、あの、船乗りは、もみじ山に行ってますって。なんかあったな。手紙かな。キノピオタウンの港で、船乗りの時にお待ちをしております。ぜひ、お立ち寄りください。ありがとう。船乗りさんですって、海で優雅にクレージングとか憧れますわ。いいね。行きたいな。キノピオタウン行ったら港へ挨拶に寄ってもいいかもです。OK です。さてと、はい、チャリンと。この辺も埋めていきましょう。OK。さて、この辺も隠れてないかな。あ、これ穴だな。穴も、静まりたまえ。OK。静まりたまえ。チャリンチャリン。うわぁ、すごい、ボム兵が後ろからついてきてる。これは嬉しいな。よし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 。さてと、あー、なんか裏なんかねえか。ありそうだな。あー、出たよ、この隠し要素。おいー、ナイスコイン。いや、もみじに隠れていた。俺は見逃してないぞ。ありがとうございます。なんか淡白だな。うん、今までの奴らに比べてちょっと淡白だった。まあ、ええとしよう。お、こいつも。キノピオ。助かりました。ああ、いいよいいよ。淡白だな、ちょっと。もうちょっとなんかない。やったー、しかしこれ。この辺まだいるのかな。まあ、とりあえず進みましょうか。こっちはもう何もなさそうだ。いや、もみじ山来たわ。すげえ。あ、これは？あ、違う。ボム兵がちょこちょこついてくる。ボム兵がちょこんちょこんつい、お、なんだ？紙テープってこれっすよね。そうだね。左の方に向かってるな。お酒に行ってるっす。お前、酒に行くの？え、なんで？ドラクエ形式で後ろからついてくるんじゃねえのか、お前。あ、ボム兵さん、転ばないように気をつけて。もう気をつけてな、ボム兵。惜しい、ボム兵じゃなくてボム兵っす。ツッコミ毎回入れてくれる。ナイスだね。ボム兵さんたら、とっても張り切ってますわ。うん、惜しい。そこ、カタカナ。うん、ボム兵ね。ボム兵、みたいになってる。あんな張り切ってるボム兵さん、置いてっちゃうの？あ、ごめん。お決まりのね、お決まり文句。さてと、ついていきましょうか。おーい、ボム兵、あ、いたいた。兄貴、これこれ、見てくださいよ。なんだ？これは、うわっと、行き止まり？
これじゃ紙テープ追えないですわ。この先、行き止まりめー。この行き止まりめー。行き止まりに怒ってる。さすがに兄貴のジャンプでもここを越えるのは無理っぽいっすよね。無理だな、これ。ハンマーで壊したりできねえのかな。まあ、これ以上進まねえんじゃしょうがないっすね。山の方を調べてみますか。なるほど。ここはオープンガールドといえども進まないと。わかりました。ボム兵で破壊できない。お前、ここ爆発できないんか。お前、ここでさ、爆発してみろよ。あ、無理か。ちょっとかわいそうなことしたわ。はい。ボム兵を生贄に捧げ。みたいなね。生贄にはならなかった。このボム兵。なんだあれ。なんか、ん?かさばってんな。これは、こっちにもなんか閉ざされてるな。これボム兵で爆発ワンチャンあるんじゃない?ね、スキル覚えてボム兵がね、爆発していくっていう。お、新しい旅の出会い。おい、俺たちと一緒に楽しい思い出作ろうっすー。お前敵だ、それは、バカ。危ない。待って、ボム兵さん。折紙兵は仲間じゃないですわ。あ、そうなんすか?確かによく見たらトゲトゲとか強そうっすね。了解っす。もう折紙の奴らには近寄らないよう気をつけます。はい、わかった。気をつけな。当たる。当たるんじゃねえぞ。避けた。おー、降ってくんな。この辺は、この辺は騒がしいな。あ、ピチピチしてる、ピンピクが。あら、お魚さん、こんにちは。山のお魚さんって地面で跳ねて暮らしてるのね、面白いですよ。闇がすごい。お前、闇がすごいな。かわいそうに。魚って普通水があるとこにいなかったっけ?うん。これ水がなくなったっていうことか。あ、なんか崖の上でピョンピョンしてる。何あれ、猿?いや、キノピオだろうな。絶対キノピオだわ、あれ。あれ?こんなとこにスボードがあるっす。うん。池があったのか?あ、かわいそうなボム兵さん。お水に浮かんでないのに。え?ボートないわけないですわ。こんなことも忘れちゃったの?うん、ひどいな。意地悪だな、オリビア。いやいや、それぐらいわかるっす。記憶喪失勘違いしてない。ほら、怒ってんじゃん。ボム兵。喧嘩するな、お前ら。喧嘩をするな。ボートがあるってことは、ここは多分池っすよね。そうだね、池だったところ。あ、そっか。だからつまり、この池。あれか?池の水抜いてみたってやつ。池の水抜いてみた企画でこう、枯らされたやつ。で、そして生態系がどんどん崩れていくんだろ?そういうことを揶揄している、これは。それをね、引用してるのかな。水がないっすー。すごい、ここ、池なんだ。そう、池があったっぽいよな。ね、この土の色からしてね。あ、危ない、濡れちゃう。早く逃げ、いやいやいや、今水はないよ。大丈夫。いやいや、だから水がないんすよ。そうなんだよ。あ、でも逆に水があれば、このボート乗れるっすね。もう水が出、水を出すとこあんのかな?お、それなら行き止まりを越えてテープを追っていけるっすよ。んー、お水ですか。私、土を盛り上げられても、水の方がさっぱりですわ。ごめんなさい。あ、水の神になれたりして。ね、水の神になれる可能性もあるね。ピチピチしてんな、こいつら。潰せる。あ、あれは絶対水の神だ。これ敵?あー、敵だ!ぶな、怖っ。怖えなあ、お前。降ってくる、降ってきた、降ってきた。降ってきたねー。ちょっと逃げましょうか。じゃあ先に進んでいこう、行こうかね。あ、チリーン。お、いるじゃん。バン。潰してやんよ、キノピオ。私は川下りツアーをやりに来ただけなのに、缶の中に缶詰されました。缶詰だけにな。いいこと言うじゃん。ところで、この量、大量の缶、全部ツナの缶詰ですよ。ツナなんだ、全部。ここの川下りはよほどの砂好きですね。もっとさ、缶詰の種類あるでしょ?ツナ缶、まあ好きだけどさ、美味しいけどさ。ここの川下りは、うん。ボードを漕ぐと、お腹空くのかな?どういう理論だろう?どういう理論なの?あ、わあ、珍しい動物、お猿さんです。うぎー。いや、あれキノピオだろう。あら、恥ずかしい、恥ずかしがり屋さんなのかしら。なんだったんだ。調べる。缶詰はこんなに1年分ありますわ。1年分もある。あ、ラベルに夏って書いてあります。夏って何か綱でしょ?あ、間違えて2回読んじゃった。綱ですわ。お前さ、うん、昔の日本人みたいな読み方するじゃん。ね、カタカナだったらさ、右から読んだりするよね。昔の日本語ってね。日本の文章ってね。さてと、これは何もない。1年分はあります。1年分?まあ1年分だからどうすんだよ。1年分あってもね。
とりあえずは進んでいくしか。あ、なんか猿が出てきた。え？なんだ？どういうことだ？なぜ猿があそこに。何かなんないかな？上から？え？また降りてきやがった。なんじゃこりゃ。いや、どういうことこれ。1年分あるって言われても。いや、ここは進まないな。さて、これはなんだ？はい、川下りツアー。もう川がないから川下れねえじゃん。なんだ？おお、どうした？おい、ボム兵。ボム兵どうした？お前。おお、なんだあれ。遺跡がある。ここすげえ絶景っすよ。すげえ。ほら、あの建物とかもいい感じ。ん？水神神殿って言うらしいです。お！神殿、絶対これ神と戦わなきゃいけないじゃん。神。神と。ね。神殿がすげえっすね。これまたさ、土神と戦った時みたいに水神と戦うみたいな。水神？水神様？ね、そうなるよね。マリオさん、水を司る水神様があそこにいるのかも。そうだよね。へえ、そんな水回りのプロがいるんすね。水回りのプロって言うな。もう配管工のプロのマリオみたいじゃねえか、それじゃん。じゃあ、水神神殿に池の水が戻るように、お祈りでもしに行けますか？あ、確かに。それはいいな。しかし、ここからどうやって行けばいいんだ？重要指定文化財。すげえ。これどうやって行くんだ？あっち側に行くには、あ、こっちかな。あー、これは、フラグだ。この魔法陣見た感じ、とっても水神様っぽいですわ。ね。土神のあのマークと似てる。この魔法陣があれば本当に池の水はどうにかできちゃうかも。ね。増やせるかもしれないね。マイラさん、水神様に会いに、水神神殿行ってみませんか？行こうか。行きましょうか。ね。さあ、行きましょう。でこっち側からぐるっと回っていく感じ。読む。天然記念物、ススキの大草原。ほう。ススキの大草原。お、なんだ。すごい。サワサワサワーってなってる。綺麗。わー、黄色い奥さでいっぱい綺麗。これはススキなのかな？ボム兵さん、奥さで見えなくなっちゃうから、はぐれないように気をつけてね。ほんとだよ。気をつけろよ、ボム兵。あそこになんか、祠がある。なんだこれは。ん？ん、なんだこれは。とても小さくて可愛いお家じゃないんだ。これ、祠って言うんだよ。水神様の祠、偉大なる水神様にお供え物を捧げましょう。なんだ、捧げる？とても小さく。いや、これ何かアイテムをもう取ってこないといけないみたいですね。なるほどね。ツナ缶じゃないのかな、もしや。はい、おーっと。ふはー、黄色い草もなんとか無事に抜けられましたわ。ところの中まで葉っぱが入ってきて、もぞもぞしちゃいました。ああ、あるある。そういうのあるよね。さあ。わあ、水神様の神殿も近づいてきました。わ、おお、来ましたね。ここまで。このままあと一息頑張っていきましょう。おお、頑張ろう。ねえ、ボム兵様が、あれ？ボム兵がいなくなっている？お前、どこ行ったんだ？ないし。いないし。いないし。いないし。あ、ボム兵さんたら張り切ってまた先に行ってるのかも。違うよ。私たちに足の速いところを見せたいなんてちょっと相手さん。おいおいおい、違う違う違う。中に取り残されてるんじゃ、これは。中にいるんだよ。ちょっとセーブして。ええー、いやいや、中だよ、中。中のどこだよ。え？いや、これ、見つけらんねえじゃん、もう。いや、無理じゃん。もう近くまで来てたんだけどな。いやー、もう行っちゃいましょう、これは。もう知らん。これはもうボム兵探してる暇はないわ。ちょっと行っちゃいましょうね。行っちゃいましょうね、省エネだ、ほんまに。さて。おー、じゃあジャンプ危ない。落っこちたら大変です。あ、すごい、守ってくれた。飛べそうなのにね。ダメか。さあ。目と鼻の先に。あれー、またやっちゃったー。またやっちゃったわ。え、ぴょん。あ、ぴょん。これは看板があるな。また足りない。これは開けれない。あー、貼ってあるな。貼ってますね。オリーのシールが貼ってますね。あー、キラララララン。水神神殿イガグリダリ。あっちがイガグリダリか。なるほどね。おっと、出てきた。キンナピュー、ありがとうございます。恐れたのはスキーの大草原じゃなくてよかったです。よかったね。
続けるのだったらマジでわかんねえからな。あんなところに放り込まれたらいくらマリオさんでも簡単に見つけられないでしょ。そうだね、確かに無理だよ。あんなん草の中にね。え、あ、こっち行けない。行ける行ける行ける。おっと、アイテムをゲットした。なんだ、フィギュアかな。きた、ロープウェイドゴンドラー、ウォー。水神神殿には水を司る神様が祀られています。おっと、バトルになっちゃった。よいしょ。さあ倒したけども、あもうすぐそこに神殿があるけど、これ埋めちゃおう。埋めちゃわないと後がね、めんどくさいんで。コインもゲット。ナイスナイス。こっちはいけないか。ああ、回復できるとこある。お、なんだこのキノピオの、キノコか。キノコのなんかさ、マークがある。何これ、扉？何これ、気になる。おお、見つけてしもうた。何？開ける？おお、お前なんだこれ、あ、びっくりした。お前、すごい、なんか、これどうなってんのこれ。これさ、ちょっと一瞬浮いてるのかと思って、でその次にもう瞬時に、あ、これ挟まれてんなって思ったよ。すごいね。なんかあれじゃん、なんかこう熱い鉄板と鉄板に挟まれてるみたいな顔をさ、上下で挟まれてる感じ。地獄やそれ。出してやるよ。お前博士っぽいな。ふう、苦しかった。やっと神詰まりが解消できました。お前自体が詰まってたんかい。お前自体が詰まっとったんかい。ここはセンサー研究所のもみじ山出張所です。うん、センサー研究所では日々冒険に役立つマシンを研究しているんです。おお、マリオさんの冒険にも役立つマシンがあるかもしれません。ぜひお立ち寄りください。わかりました。へえ、センサー研究所への移動はとても簡単。何、各出張所にあるこの機械をご利用ください。おお、なんとこの機械を使えば出張所と、センサー研究所を一瞬で移動すること。ワープみたいな感じ。あ、すげえ、これ行ってみよう。はい、ファックス行きまーす。なんだこのワープの仕方は。うおー、すげえ出てきた。いいのかマリオ、いいのかそんな風に出てきて。あ、なんだここに隠れておった。お前、うふふ、マリオさんが来るとはもうとっくに感知してましたよ。まあそれはね、ファックスってさ、受け取るしないと来ない。あ、いや来るか。いや来るっちゃ来るか。私はセンサー研究所で日々研究しています。はい、センサーとは見えないものを感知する最先端の技術です。まさに時代はセンサー。うん、なるほど。なんだこれは。その第一弾として見えないキノピオを感知するキノピオレーダーを開発しました。おお、いいじゃんそれ。これがあれば隠れんぼ中のキノピオだって簡単に見つけられちゃいます。おお、これくれ、俺にくれや。めっちゃいいじゃんこれ。キノピオレーダーの説明は土管の中で行います。ぜひ試してみてください。もう試してみるか。行きましょう。試してみます。どんなもんでしょうね。え、なにこれ。ん、マリオさん聞こえますか。早速キノピオレーダーの使い方を説明しますね。もう上から話しかけんな。頭の上でぐるぐると回っている機械、わかります。それがキノピオレーダーです。ちょっとハウってる。レーダーは、キノピオがいる方向に対して、はいはい、何？仕掛けられた、強い罠の方を忍びします。そうなんだ。見つけた、ハンマーで叩く穴を元の姿に戻って、めっちゃハウってるけど、大丈夫？バッテリーが切れると使えないように注意してください。わかりました。説明、そして、また水の説明で、はい、わかりました。めちゃくちゃ反響してるけど大丈夫か？まあいい。さてと、お、なんだこれ。隠されたキノピオを見つけよう、バッテリー切れると終了です。はい。これじゃん。ステージ2。はい。あ、いた。あ、これススキの草原で使えるじゃん。ほら、いた。クリア。やった。めちゃくちゃ反響してるけど、お前の声。上から話してから。さあ、どうです、マリオさん。まさに時代はセンサーでしょ。
このピオ、キノピオレーダーでたくさんのキノピオたちを見つけてあげてください。ありがとう。やったね。近くに困っているキノピオがいると反応する。やった。これで楽に見つけることができるわ。バッテリー少なくなったら後ろの充電器で、充電することができます。なるほどね。ススキの草原で使うといいですね、これね。コインを入れて使用する充電器。ああ、なるほど。コインが必要なんだね。はい。目ざといな。今後も冒険に役立つものを、役立つものを研究していきますね。はい、よろしくな。助かるわ。ほんま助かるわ、これ。すでに満タンです。ありがとう。これは何？走るような被害みたいな。まあ、それはいいわ。これでもしかして足が速くなるとか違うかな。まあいいや。さあ行きましょう。ん？ここ？ああ、キノピオタウン近く。まさかの。で、これはね、リボンがほどけたんで、こっちが行けるんですよ。やった。はい、ここも。お、なんだこれは。センサー研究所。イエーイ。お、これはまた、ここの土管剥がせる。これで、あ、ここに繋がってるのね。キノピオタウンだった。キノピオタウンのここに繋がっている。なんか、何覗いてんのお前。あ、いいな、あれ欲しいな。もう、こじきやめろ。マジで。さあ、海の船乗りだっけ？うん、船乗りをちょっと解放したんで、来てるはずなんだよ。あ、いるいる。これ乗れない？まだ。あ、マリアさん、もみじ山でピチピチしたところを助けていただいた船乗りです。そう、ピチピチ言ってたもんね。魚のピチピチ。今、船のエンジンの最終調整してるところです。あ、じゃあもうすぐってことか。もみじき船は出せますので、ちょっとしたらまたいらしてください。あ、なるほど、わかりました。じゃあさ、もみじ山に、をクリアする必要がありますね。船に乗るには。わかったよ。じゃあ、とりあえずはもみじ山クリアしていきましょうね。よし、それでは、ファックスでレッツラゴーいいのか。いいのか、ドカンコ。そんなんで土管で移動するっていうことを忘れた土管工いいのか、それでいいのか車ってるいいのか。さあ行こうか。フィノピオレーダーもうゲットしたことだし、さあこれで、あ、ボム兵もしかしてこれでさ見つけられない？ワンちゃんボム屋さんは先に水亀神殿に行ってるかもしれませんね。いやー、まあでもこういうことなんだよな。しゃあない。まず先に水亀神殿行きましょうか。あ、さ、水神神殿到着。さ、いよいよ水神様に会えますわね。あれ、入り口はここでいいの？ここしかない。開けらんない。うわ、これはなんか踏んで、どうにかするタイプだ。あー、なるほどね。これボム兵がいなきゃ進まないんじゃないの？ピン。ピンコダッチのピン。マリオさん、私ピンと来ちゃいました。またピンと来たの？これ両方のスイッチを一緒に押すんじゃない？私咲いてる。すごい、なんかどっかのなんかゼルダの伝説かなんかに出そう、これ。ゼルダに出そう、このギミック。踏むんだ。踏んでくれ。あ、ダメでさ、私浮いてるからスイッチ押せないです。降りてこい。降りてこいよ。重さ的には俺と変わらんやろ。神だから。モムヘイさん、私の代わりお願いします。いないんだよ。もうあいつはいなくなっちゃった。いない？っていうか、先に来てるはずなのに、なんて、いないなんて、なんで？いや、先に来てるはずってお前が言い始めたことだからな。まったくもう。っていうか、もしかしてまた黄色い草のところで迷ってるの？そうなんだよ。絶対そうだよ。マリオさん、モムヘイさんがいないと神殿に入れないかも。そうだよ。行きましょう。ちょっとマーリオ、行こうね。あ、ピチピチしてる。これ、キノピオだ。助けてやるぜ、キノピオ。ありがとうございます。ここは水神神殿です。うん、見たらわかった。神殿には水を操る神様がいらっしゃるそうですよ。ありがとう。あ、土管がなんかありますね。これどこだ？どこに繋がってんだ？ちょっと入ってみましょう。どこだ？お？あ、なんだ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 、どこ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 、へえ、こんなとこまで、こんなところに。はい、トンボーよ。神の手ってかっこいいけど操作は難しくないですか？いや、楽しいよ。傾ける操作が苦手な場合、ミニの歯車のジャイロ操作をオフにするといいかもしれません。ありがとう。まあ苦手な人もね、中にはいるよってことね。チャリンチャリン。これ下に降りれるやろうね。降りれますね。ちょっと降りようか、せっかくなんだし。はい、ふう、やった。そして、あー、猿のところだこれ。あ、無理か。猿に当たれない感じ。おっと、なんだこれは。神の手、ゴッドハンド叩く。痛そう。めっちゃ痛そう。あれ、マリオさん、ついつい逃げてしまいました。
ごめんね、ちょっと怖かった。私結構壁登るの上手くないですかね。虫だったからね今ね。あーお前落としてやるよ。落ちないんか。あれ上手く登れないや。Go to go。 あ、なんかある、なんかある。こっち側から行く感じ。うわ、こっち側から行く感じ。おお、開ける。フィギュアかな。やったー、落ち葉の塊フィギュア。やったー。あ、あ、いや、こっち側。おーっと、降りれた。おー、こんなところに。え、面白。引っ張ろう。出ておいで、キノピオン。よかった、助かった。一人で寂しかったです。これ、俺にどうぞ。なんだ。あ、ハート、ありがとう。キュンです。おー、やった、マックスアップハート。これは美味しい。これは美味しいよ。さあ。こんなところが。どこに出るんでしょう。登っていくのかしら。あ、ああ、ああ、すごい。積んだかと思った。出られた。ちょっと、閉じまして。チャリンチャリンチャリンコチャリンチョン。チャリンコチャリンコ。お、あ、いた、ボム。おーい、お前、こんなとこにいたんかい。憩い広場、空き缶、捨てるべからず。あ、こんなとこおったんかい。ちょっと、レーダーしまおうか。なんだこれ。そっか、君の仲間待ってるんすか。俺もす、あ、出たよ、ほら、初対面の、これ。初対面のさ、敵にさ、こう、敵っていうか、人に対して、こう、キザな態度するやつね。なんか、手のひらくるくるドリルボム兵はこいつは。仲間っていいもんすよね。え、ボム兵さん、こんなとこいたの。もしかして、やっぱり迷子になっちゃったのね。あ、兄貴、オリビアさん。きっとまたいつか会えるって信じてたっす。感動の再会っすね。足を踏みながら言うな。へい、仲間と会えてよかったな、へいへい。おいらも仲間たちとここで楽しい楽しい缶詰パーティーするんだぜ。なんか陽気なやつがいるな。缶詰パーティー、そりゃ面白そう。いいね。あ、ダメダメ、私たち水亀様に会いに行かないと。さあ、ボムヘイさん行きますわよ。もう行くよ。ウィーッス。ウィーッスじゃねえよ。どっかの誰かの挨拶みたいな感じやん。楽しい楽しい関連パーティー、仲間来るのは待ち遠しいぜ。いいね。さあ、おお、3人で座った、かわいい。かわいい、なにこれ。ああ、爽やか、山は空気は美味しいですわね。ああ、いい空気だ。そういえばここは空気も赤いのかしら。違うわ。透明だから分かんないですよ。空気赤いわけねえだろ。世の中分かんないってことだらけっすよ。やったぜ。まあ、こういうさ、ベンチいいよね。さて、今度は、はぐれるなよ、ボムヘイちゃん。お、新たな出会い数、違う違う、あれ敵だよ。折り込みじゃないから悪いやつじゃない。いやいや、敵敵敵。敵だってバカ。バカやろう、やめろ。初めて俺、俺、ボムヘイス。やめろやめろ。あれ返事がないっす。この人もしかで、あーれーボムヘイ。ボムヘイさん、違うの。これ、もう、ハリボテー。これハリボテ。助けに行くぞ。そう、橋から飛べるなんてマリオさんも結構大胆。まあそういうな、そういうゲームなんだから。さて、ボム兵さんはどこかしら。もうボム兵が本当に、漢字の平になってる。本当にお前それで定着したんか。上に上がっていけばきっとどっかで見つかるはずですわよね。さあ、どこに落ちたんでしょうか。ほい、フィギュアゲット。頑丈な木箱。あ、あれ何かしら。丸いものがコロコロ転がってきてます。いや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 。潰されちゃうよ。ボムヘイさんでさ、こんなすぐ見つからなんてラッキー。いや、違うでしょ。絶対違うだろ、お前。やめろ、お前。オリビア。行くな、オリビア。イガ、イガ、イガ。やっぱりイガだった。これは、ああ、なるほどね。こういうものをしてくるの。避けながら走れてさ。おいおい、無理じゃねえか、俺。これ無理だよ。受けるんだろ。これでここに隠れる。隠れる。2個一緒に落ちてくるとき隠れないと無理だわ。さて、おっと、ここで休む。なんだこれ。紙ピラゲット。紙ピラゲットしました。さて、ここに入って休む。ちょっと戻る。2個連続は大胆だな。これね、壁ね、ひび入ってます。これをハンマーで破壊。隠れることができる。なんということでしょう。と、おお、なんか出てきた。おお、なんだ、オリビア。違う、オリビアじゃねえわ。伊賀の中から飛び出したクリクリトリオでございます。お、クリクリクリトクリトリクリトリスオだ。クリトリス、お、なんだこれ。
おい、回転コーラーゲットイ。あさってここで降りてと。まずこの宝箱開けて、その後見せましょう。看板ゲット。ナイス。ああ、さて。はい、助けるよ。お宝発見です。100% やったね。あ、兄貴に、オリビアさん。まさかまさか、あの橋から飛び降りて、俺を助けに来てくれたんすか？そうだよ。お二人は命の恩人です。こりゃいい思い出ができたな。よ。ああ、うん、よかったですわ。でも、ボンヘイさん、もう無茶はしないでね。そうだね。いやー、メンゴメンゴのスーパーメンゴス。チャラ。チャラ。へっちゃら。さあさあ、こんなイガイガで危ないところをさっさと登っちゃいましょうぜ。はい、行こうか。ささっとで、ね、ババッと登って、ゴールしましょう。そして、この穴も防いでと。イガが出てきやがった。イガが出てきた。ボムヘーイ！え？なんだ？またバトルかよ。おいおい。よいしょ。兄貴じゃなくてマリオさん映っとる。ボム兵のやつが映っとるそれ。はい、気づいたらまたまたボム兵さんいないですわよ。うん、飛んでたな。ああ、あの人どうしてこんなにいなくなるのが好きなのかしら。まあ、災難が災難を呼んでんだよな。ああ、ボム兵こんなところに。どうやったら そこに行くんだよ。寝てんじゃん。あ、よいしょ、倒した。だってお前もう何人寝てんだよ。あ、起きろ、ボム兵。むにゃむにゃ、こんなにたくさんの栗、もう食えないっす。おいおいおい。栗の夢を見て、まどろむ、ボムヘイ。寝てるんだ。マリオさん、かわいそうだけど、ここは叩き起こして差し上げません？言葉に悪意がある。叩き起こして差し上げるって。起きろ。お、目覚めたか？ん？ああ、兄貴、迷ってたら抜け道見つけて、一足お先についてたっす。お二人があんまり遅いんで、待ちくたびれて寝ちゃって、おいおい、俺たちのせいにしてねえが、お前さ、もう寝るじゃなくってさ、探そうよ。ああ、よかったです。これでもう、ボムヘイさん探しをしなくていいんですね。そうだね。うん。さあ、これで、今度こそ本当に水上神殿に行けますわ。そうなんね。行こう。おめえがいねえと進まねえんだ。そうっすよ。それじゃ張り切って水上神殿行くっすかね。行こう行こう。これはキノピオだ。叩こう。おほう、ありがとうございます。面白い。おっと、もみじ山叩く。さあ、これで抑えながらも進んでいく。ああ、やった、ここで剥がせるんだ。うん、ブリブリブリブチョン、ブリブリケー、あっちょんブリブリケー。やーよー、やっと。ここからで無理。あ、降りなきゃ無理。危ない危ない。さあ、どうしよう。コインが1000コインあった。すげえ、そんなにもらえる。ここ降りたらなんかある。降りれはしないみたいですね。さてと、それではこっち側か、こっち側から戻ろう。神殿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 。よいしょ、倒した。よし、来たぞ、ボム兵。さあ、協力してやろうな。はい、あっちに、あっちに立って。はいはい、ぼーっとしてないで、ボム兵さんも乗って。ボム兵わかんないんだから多分。あ、はい、ごめんね。さあ、おー、開いた。行くぞ、お前ら。わー、やった、これ中に入れますわ。すごいな、自動ドア。あら、ボムヘイさん行かないの？え、ボムヘイ、お前。あ、俺？神殿とか、いざ入るとなると、震えが止まらないっす。多分、むしゃぶるいっすけど。かっこつけて言うな、お前。スイッチ踏んで疲れちゃったし、ちょっとここで待ってます。行ってらっしゃい。おい。おい。ふざけんなよ、お前。お前行くんだぞ。お前バトルするんだぞ、お前。え？お前、行くふりして、行くふりして座るんじゃねえよ。どういうこと？どういうことね。お前、こっちなら行く？こっちなら行くんだ。死んでに入らねえんだ。根性が曲がってんな。まあ、行こう。中どんな感じなんでしょうかね、神殿ね。さあ、うわー、すげえ。ここが、水上神殿。